練してた？でも確か昨日なんか言ってたよね。あー、たいやきありがとうございます。反転してた？別に反転も、え、なんかね、全然何も。昨日、いや、うん、昨日からこっちですよ。ずっとこっちです。ベッド移動とか怖いんですけど昨日まだ安定してたんだ。多分ね、それなんかバグかなんかです。私は特に何もやってないので。ネイルかわいい、ありがとう。そう、さっきまでネイルしてたの。ちょっとね、なんか梅雨仕様に。なんか不思議だね、何もしてないんだけどな私。なんだっけ、こんばんは。うん、多分ショールーム側のエラーじゃないかなとは思います。まあ判定してても全然こっちで見る景色はね変わんないんで。あ、そうですね、今日たい焼きイベント、たい焼きたい焼きイベントではないんですよ、和菓子キャンペーンねたい焼きイベントではないんですけどはい、ぜひたい焼きくださいご協力お願いします。あと多分1400個くらいなんだけど、ぜひお願いします。そう、たい焼きイベントではないんですよ。たい焼きイベントではないです。たい焼きありがとうございます。たい焼きイベントだったと思ってた？え、違うよ、違う違う違う、たい焼きイベントではないから。ありがとうございます、本当に。たい焼きイベントではないです、和菓子キャンペーンですなんかみんな勘違いしてんのね。なんか久しぶりに今日もネイルしたし。そう、水玉がね、水玉なんです。ちょっとね、見づらいんですけど、紺と緑とネイルホリックの、なんだろう、ちょっと裏取れちゃったからわかんないけど。そう、あ、たい焼きありがとうございます。大福欲しい、そりゃ欲しいよ、めったに食べる機会ないからね。そう、これとこれと白使ってやりました。おめでたい和菓子の日キャンペーンだそう。あ、そうですよそうです。そう、なんかいろいろとなんかちょっとここを擦れてたりしてるんですけど、たい焼きありがとうございます、ありがとう。からたい焼きあと何個だっけ。たくさんですたくさんです。本当だ、おめでたい和菓子の日キャンペーンだぜ
今ね、まあ542なんで、さっきいただいたのと合わせたら、まあだから1400個くらいですよね。すいません。さっきひなこちゃんが2時間くらいかけてくる。そうですね、ひなこ達成してたね。すごいじゃん。そう、2000でなんか達成っていうことなんですけど、ありがとうございます。あと2日はさすがに伸びないので、それはね、ありがとうみんな。こんばんは。今日なんか前髪が結構やばい気がする。あ、そうだね。サルチさん、お誕生日おめでとうございます。お誕生日もうなんか手つきがちょっと変なんだけど、メール来た、よかったです、よかったです。かわいい、私の愛するコリちゃんです。こんばんは。モーメとコリちゃんだったらどっちやないの。それはもう比べるところじゃないから、比べちゃいかん、そこは。そう、比べちゃいかん。こんばんは、ハートありがとうございます。地も大切、愛してる。こいちゃんピケしか水槽にいない。そうです、本当はね、新しい子なあ入れようかなって思ってるんだけど、なんかどうしようと思ってね。そう、寿命はね、そのやっぱり長くはないので、なんかやっぱり寂しいなっていう。コリちゃん超かわいいんです。うん、なんか来たよ、誰か来たよ。愛しい音がする。え、待って、愛しい音がする。音符ありがとうございます。だーれ、
いや、そんなさ、絶対さ誰かにやらせてるでしょ。お母ちゃんがしてるか誰かに無理やりやらせてる、どっちかでしょ。入ってくるんならおいでよ。入ってこないじゃん。足音してんのにさ、あ、隠さないとダメってことねえ。誰ももだと思う。梅もいるよね。え、ここから移動していい？私は。あ、大丈夫そう。いないじゃん。え、入ってくるなら入ってきて。ちょっと映っちゃうよ。え、ねえ、嘘でしょ。ねえ、そんだけドア開けといて誰もいないとか言うのやめてくれません？降りてったじゃん一人。梅おいで、梅おいで、おいで。閉められちゃったね。梅ちゃんおいで、梅ちゃんおいで、ほら梅。梅おいで、梅ちゃん、ほら可愛いお洋服見せて。ごめんね、ちょっと臭いよね、ネイル臭い。ねえねえ、紐ほどけてるじゃん、おいで。お母ちゃん、お母ちゃんに紐ほどけたらお母ちゃんとかに直して言うんだよ。分かってる？こんばんは。あー、やばいやばいやばい、パズルが。別にいいよ。来たくないんでしょ、もう。こんばんは。ああ、走ってる。もうちょっとでね、多分ご飯の時間だから、ご飯食べに行ったんじゃないかな、多分。うん。あ、ゲストありがとうございます。すごい下で走り回ってる音聞こえるもん。
めな階段降りられないんでしょ。降りられないからあの多分お母ちゃんが抱っこして降ろしたんじゃないかな。多分ね、多分ねっていうかまあ絶対そうそれしか考えられない。あの子は本当に降りれません。階段の前でバタバタして暴れてるから。あたちもした行きたいけど降りられないって言ってね、そうバタバタしてるからいつも。ご飯の時間って決まってるの？まあ大体決まってますね。まあ絶対この時間ってもうぴったりとかじゃないけど、まあ、ある程度決めてますね。うん、そう、なんかやっぱりお腹空いてるから、いつもお腹空いてるんですよ。登るのはできる、あ登るのもできないです。登るのも降りるのもできない。もうなんか高いところに登れないんです、あの子。モモはね割と、あたい焼きありがとうございます。モモはなんかそのベッドとか椅子とか結構自由にね乗ったりしてるんですけど、たい焼きありがとうございます。そうなんかうめは怖がりでできなくて、そういうの。たい焼きありがとうございますうん、ご飯欲しいって言ってる。こんばんは。たい焼きありがとうございます。たい焼きありがとうございます。いや今日で終わりだね。1週間終わりだねって変か。お休み終わっちゃうね。まあ日はもうなんか平日も休日も変わんないもんなんですけど、皆さんお仕事ですよね。頑張ってください。明日は何しよう、全然何も決めてない。でもパズル作りたいな。いや今日さパズルしてたんだけどさ、なんか進まなくていや本当にね全然びっくりするくらいに進まなくて、あと8分の1くらい分かんなすぎて進まなくて、うん、困ってたの。いや9分の1かな、9分の1だなそうでまた新しいパズルをね買おうかなっていう。残り400ピースほどかな。どうなんだろう。150もあるのかなって思っちゃうけどね。これわかんない。そんなざっと見た感じはなんか100もあるくらいの気持ちでいるんだけど、でもなんかスペース的には絶対 100以上あるんだよねきっと。ギフトありがとうございます。毎日も仕事だと予備感覚なくなるよ。でも逆にね、まあ今日かお仕事がねあんまりなくてお家にいたりするわけじゃないですか。そうするとね逆に予備感覚なくなるんだよね。そう
逆に。うん、まあなんかそれなりに狂わないように、その時間感覚がね、狂わないようになるべく動くようにはしてるんだけど、走りに行くだとか、そのなんか自分のやらなきゃいけないことやるとかは やってるんだけど、逆に本当になんか私は何をしているんだろうってだんだん思うようになってきちゃって。そう、劇場公演出たいね、だから本当に。まあでも確かに土日も仕事だとっていうのはなんとなくわかる、お母ちゃんも言ってたそう、予備感覚なくなったらその日あるテレビで予備感覚を取ります。テレビも見ないんだよね、あんまり。なんか録画とかで見ちゃうタイプなので、そう、なんかリアルタイムでは見ないというか、そう、見ないので、なんか、うん、誰だろう、ちょっと待ってくださいね。全然誰もいないじゃん誰もいないじゃないか。たい焼きありがとうございます。吠えてる吠えてるやん、パンパン。もうラフな格好すぎてごめんなさい、本当に部屋着というか何ちゅうかって感じで。たい焼きありがとうございます。こうやって急にいるメンバーもいないからいつかな、どうだろうね。なんか日かも全然わかんない感じで、そうね、タイミング合えばなのかな。たい焼きありがとうございます。そう、基本的にチーム4とかもね、あんまり、そう、やっぱりあっちに住んでる子を優先というか、まあ基本的に出してるので、普段着も日常感溢れてるまあ基本的にいつもね普段着ではあるんですけど、そんなね、なんかズボンまで見せることってなかったからね、なんか恥ずかしいねあ、大丈夫だった。トムとジェリーだ。そう、トムとジェリーです。トムジェリー、私の愛するトムジェリーです。大雪ありがとうございます。
ね、トムとジェリーは本当に好きだわ。なんか別に理由はないんですけどね、本当に。あ、たい焼きありがとうございます。そう、本当に理由なくて、なんか急になんかあれ、トムとジェリーかわいいなみたいなことが起きて、私の中で。だからなんかそのアニメがすごく好きだったとか、なんかこのキャラがめちゃめちゃ好きでとか言うわけでもないんですよ。たい焼きありがとうございます。まあ別にあのキャラはみんな可愛いと思うんですけど、なんかもうこのキャラがもう本当によくってとか、そのそうなんかね、そういうものでもなくなんだろう、アニメは見たことあります、なんかちょびっとだけだけど。そう、たい焼きありがとうございます。うん、ちょびっとだけだね、本当に。でもでもなぜか唐突に可愛いと思ってしまった。でもアニメはね、嫌いじゃないですよ、トムジェリーの。面白いというか、 なんだろうね、 なんかちょっと癖になる感じがいいですよね。最近さ、ずっとパズルしてるからさ、首がやばい。首のね、付け根、首の付け根ってどこだ何、根元、なんか肩から首、なんかこの辺りがねめちゃめちゃ痛くて、あー気持ちいい、痛いけど、あいてててててててそう、こっち大丈夫なんだけどさ、こっちがめちゃめちゃ凝ってるのかな、めっちゃ痛いんだよね。たい焼きありがとうございます。ひかるん肩こりはするん？肩こりますよ、結構ミッサーにめっちゃ凝ってるね言われる。たい焼きありがとうございます。そう、めっちゃ凝ってるって言われるよ。今日もご飯食べたのかな、食べてないなんか最近さ、まあなんか暑いからもあるんだろうけど、まあ今日ね、なんかめっちゃ暑いとかでもなかったけど、なんか半身浴をするんですよ。たい焼きありがとうございます。半身浴をね、結構30分くらいいつもするんですけど、そうで、ひかはなんかぬるいお湯より熱いお湯が好きなんです。でそれで半身浴するんですけど、だからまあお風呂の中が熱くなるわけじゃないですか、なんか自分も熱くなって、そしたらね、なんかだんだん食欲がなくなってくるんですよそう、あれ食欲ないなと思って、別に今はあったかいもん食べたくないなみたいな、のぼせたりはしないしたことないけど、そうなんか今 あったかいもん食べたくないなっていうのになって、そう、もうだから炭酸水をただひたすら欲するんですよ、その時は。で、あー、ちょっと今ご飯いいかもって最近なって、うん、半身浴中って瞑想してる？うん、なんか普通に携帯触ってる、ジップロックに入れて、まあ危ないのでね、本当はあんまりよろしくないんですけど。たい焼きありがとうございます。うん、ちなみに半身浴のメリットって何？なんだろうね。まあでもダイエット効果はあるって聞きます。あとはまあ汗かいたり、汗なんかすごい汗をかくんですよ、ものすごく。で体の芯から温まって。うん。皮はね、なんか全然全部浸かるより、たい焼きありがとうございます。全部浸かるより。なんか
そうね、半身浴の方が好きだね。痩せるの痩せるらしいですよ、半身浴いいらしいですよ。まあなんか氷川は別になんか痩せたいからとか思って半身浴してるわけじゃないんですけど、そう全然別に本当にただ単にお風呂に浸かるのが好き。なんかもうシャワーだけじゃね物足りないんです。うん、なんだろうね、ゆっくり携帯触りたいお風呂に入って、で足のむく足とかが結構むくみやすくて疲れとかも結構全部出ちゃうので、そこでほぐしてみたいな。カロン細すぎるから心配。そんなことないよ、やばいよ最近めっちゃご飯食べてる、びっくりするぐらいご飯食べてるよ本当にそう心配しなくて大丈夫だよ、ありがとう。こんばんは。半身浴だとお風呂に浸かった気がしない。まあそれは人によるのかもね。ひかは、まあ、別なんか全部浸かるのは昔はね全部浸かってたんです。でもなんかいつの間にかなんかそのお湯とか沸かしたりなんかそのまあお湯張りとかするじゃないですか、まあお風呂洗って、なんかだんだんねあのお湯入る量がね半身浴の量になってくるんですよそう昔はなんかすごいなんか肩のあたりまであったはずなのに、肩とかなんかまあ胸上くらいまであったはずなのに、なんかいつの間にか量が少なくなってってるっていう、なんだろうねどういう現象。そう本当に不思議だわ。そうだからもう必然的に半身浴になるっていうそう、温泉入ったら何回も使えんけど、温泉行くことがないから分かんないな。ひか、うん、お湯が溢れて減ってるわけではないわけではないです。うん、でもなんかいつの間にかだんだん減ってきてね、なんか本当になんで昔はあんなにあったじゃないかと思ってるんだけど、ひかはそうだからなんか今はまあひか普通のお湯張りをして半身浴になるくらいなんです。私の体で半身浴になるくらいなんですけど、まあ水を落ちくらいかなるくらいなんですけど、なんかそのそれの他になんかその3秒押すと半身浴の量になりますよみたいなことがなんかできるらしくて、今で半身浴なのにそれにしたらどうなるのみたいなどこ足しかつかんないんじゃないみたいなと思ってる本当に。こんばんは。家族は寝転がって入るんかな。うん、なんか氷川くらいです、お風呂入るの浸かるのは。なんかみんなシャワーとかで割と済ましちゃったりする。まあたまにまあ入ったりしますけど、基本的にそう氷川だけですね。シャワーで頭と体とお顔とかまあ洗って、足だけで半身浴じゃないの？ううん、溝落ちくらいだったかな、座って溝落ちくらいまでが半身浴です。まあなんかやっぱり人によって違いますけど、その半身浴の場所とかって、まあ他はなんか溝落ちくらいで半身浴かなと思ってます、勝手にどっかで溝落ちってみた気がするんだよね。こんばんは。梅、もも、梅、もも、あれ足音が聞こえた気がした。
みぞおちなら何割くらい使ってない？座った時にね、座った時に みぞおちってだってここでしょ。そしたら半分くらいじゃないですか、頭からこうって考えたら。うん、こんばんは。お湯満タンに張るより汗かくん？どうなんだろう、わかんない。氷川、うん、なんかそんなんだろうね、最近はもう本当に満タンのお湯なんか使ってないから、何全身浴っていうんですかはしてないから、うん、どうなんだろうね、結局のとこ違いがわかんない正直。うん、こんばんは。うん、何時からどうしようかな。新浴はのぼせにくいはずだが、どうなんだろうどうなんだろう。大気ありがとうございます。7時あたりかなって思ってるんだけど、まあちょっとわかんないです。多分まあ7時あたりにしようかな、多分横に半身浴しないで怖くない？横に半身浴してたら、しかも多分ね足伸ばして入れるほど家のお風呂は広くない。こうやってなんか何こうやってまっすぐになって入れる方、横になってね、うん、なんか普通になんか肩まで浸かるくらいなら全然足伸ばして入れますけど、主権さん、高井さんありがとうございます。強くなるサウナだね。そうね、でもあんまりお風呂屋さんとか行かないんで、うん、平野って、いや本当になんか絶対勘違いしてる人いるけどさ、なんか結構言われるけどさ、本当に別になんか豪邸とかじゃないからね、ごくごく普通の家です。結構言ってくる人いるけどさ、普通の家です。そこは本当に勘違いしちゃあかん。実は頭から入ってるとか待って、危険、すごく危険中の絨毯とか敷いてないの？青色です青色です。しかも別に絨毯とかじゃなくて普通にカーペットです。最近ねタイルカーペットに変わりまして、私の家が。こんばんは。
とかありそう。本当にないからね。本当にない。普通のお風呂。風呂が3つあるとか1つです。庭に池があって鯉泳いでたり、なんだろう、庭に池はないし鯉も泳いでないし、金木犀の木があるだけです。バルコニーでバーベキューとかしてそう。バルコニーがなくない？家バルコニーって何？バーベキューもしないよ別に。お家でお家で食べよう。ないですね、バルコニーとかないです。サンルームです本当に。たい焼きありがとうございます。お湯が出るとこライオンですか？普通です。いやもはやそこまで来たらお金持ちというか、なんかあれじゃん、シンガポールに憧れてるじゃん。お庭にしようとし、あ風流ですね。ございません。たい焼きありがとうございます。ございません、残念ながら。日本庭園もあるし、本当に本当にないからね。なんかそういうのを聞いてね、勘違いしちゃう人がいるんだよ。本当に、え、光るんちって豪邸なんでしょみたいな。違うからね、ダメだよ変な誤解を生んじゃ。違うんだよ。変な誤解が生まれるから、そこから。と一軒家でもないし、それは違うわ。まあ普通に普通の家普通に家ある。ね、普通の家です。かゆい。あーやばいやばい、パズルがパズルがパズルが、ほら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 、みんなが興奮させるから。みんなが興奮させるから、パズルが。たい焼きありがとうございます。門から玄関まで門がないし、もうなんか何、車止めるところあるじゃん、駐車場って言うんですか、からね、もう10秒かかりません。3秒でいける。3秒でいける。カーポートが何？カーポートって何？もうなんか知らない言葉が出てくる。そのために私は調べてるんだよ。車庫？自動扉？
通になんか別に車庫とかじゃないんで、うん、駐車場です。普通に普通になんか車止めるところがあって止めてって感じです。うん、今車庫、うん、ねえ、人のプラメ撮ってる人知ってるでしょ、車庫ないの。車のあれがない証拠だよ。路中で家の周りはなのか電風景が、あー、まあた、まあ、すぐ近くにある、なんか周りにあるわけではないけど、まああるっちゃありますね、近くには。そう、車の屋根に雪いっぱいだったでしょ、すごかったでしょ、ああいうことだからね。ねえ、ないんだよ車庫は。てかなんか車庫だと、まあなんか重みで潰れそう、雪の重みで。ちょっと雪かき大変だ、めっちゃ大変。そう、めっちゃ大変です。なんかね、もうね、捨てる場所も、その雪かきするじゃないですか、その雪を捨てる場所もなんかどこにやったらいいか分かんなくなってきて、だんだん多すぎると、これはどこに捨てたらいいんやっていうことが起きるんですよ。困ったもんじゃ。こんばんは。もし氷川娘なら防犯カメラ50台くらい設置しそう。いや怖いな怖いな。ちょっとなんかまあ2台かな、あ、もしか3台。3台が限度それ以上あると逆に見張られてて怖いよ。ね、そんな豪邸じゃないってお話したじゃないですか。こんばんは。各部屋には本当に嫌だ。だってヒカの部屋にも来るってことでしょ。部屋くらい自由にさせてよ部屋くらい自由にさせて、ゴロゴロしたいじゃんね、好きなことしたいじゃん。ボディーガード、ボディーガード、あー、なんか面白い人ならいいよ常に面白いことして笑わせてくれるならいいよハードル高い。ちゃんと氷川守ってくれて、なんか面白いことしてくれる人なら別に暇しなさそう。そう、なんかあれじゃん、なんかやっぱり一人で行動してるとさ、なんかなんか、ね、楽しくないじゃん、暇じゃん。そういう時に、ねえねえ面白いことしてよ、お願い、面白いことしてで、なんかすごい仲良くできる人がいい。そう、面白いことしてはハードル高い。そうかな、パシリではない、別にパシリはしない。
しない。でも面白いことしてって。うん。面白いことしてって言うよ、ひか。面白くなかったらやり直しって言うかも。面白くないからやり直しねって言うかもしれない。待って、くしゃみ出そう。出ないな。寒かったらダメだよ、やり直しだよ。面白くない、やり直し。言うから。何回まで許してもらえますか。いや、面白い面白いって思うまでは何回でもやり直ししてもらう。そう、何回でも、もう一回やり直しって言うよ。そう、厳しめでいくから、ここは。優しいのか厳しいのかわからない。厳しいと思います。つまんない、部下につまんないって言われたの。あら、寂しい、悲しいね。それ彼芸人だったらツッコミタイプだね。そうね、ツッコミタイプだとは思う。ボケではない。なんかボケっていまいちわかんない、どうやったらいいか。そう、ヒカの笑いのツボを抑えないと無理だよ。ヒカね、結構なんか別ヒカ芸人さんとかを見てめっちゃ爆笑するとかではなかったりするので、ね、まあ面白いですけど芸人さんもね。そう、でも違ったりすることもあるね。なんかそのすごいなんか身近なこと、すごい身の回りのことでちょっと怒ったこととか大爆笑する人なんで。そう、もちろん芸人さんのでもいいですけど、多分どっちかって言ったら、あ、でもモノマネとかは好きですよ。ひかお兄ちゃんのモノマネ結構好きだし、うん、ひかの知ってるネタで。そう、この前和賀さんとの漫才ではボケやってたけど、それはヒカが別ボケやりますって言ったわけじゃないから。そう、はい、私ボケやります、やりますよ、ボケやりますってやったわけじゃないです。必然的にボケだったっていう。お、19時まで5分前。ああ、どうしよう。10分からにしようかな。7時10分。たい焼きありがとうございます。約1200個ですか。ありがとう、教えてくれて。皆さんぜひ協力をお願いします。帰宅しました、おかえり。あ、誰かと思った、びっくりした。フジッピさんだった。
こんばんは。そう、笑いができる人じゃないとダメってことだよね。まあなんか磨いてくでもいいけど、やってくうちに、初めすごい大変だろうけど。ギフトありがとうございます。たいゆきありがとうございます。んーね、何がねなんだろう何がね、なんか最近さ、なんか自分の心の中で喋ってさ、なんか一人でねって言ってること多いんだけど、嫌だな。いや本当になんか一人でなんか心の中で何かを考えるじゃん。でそれになんか自分で納得してねって言うんだよ。そうちょっとやばい人みたい。いや本当に最近ちょっと多くて。たいゆきありがとうございます。芸人だと誰が面白い？サンドイッチマンさんとか、なんかノースタイルさん好きですね。あとあんまりなんかまずネタをそんな見ることはないんですけど、かなー。ちょっと待って、なんかパッと出てこないんだよな。ねって光の口癖かと思ってた。あでも大体衣装ルームで一人でねって、あのなんか何もないのにねって言った時はなんか自己完結したんだなって思っていただいて大丈夫です。あー千鳥さんも好きです。面白い。かなー。ありがとうございます。あ、なすなかさん好きです。大好き。なすなかさん好きだわ。え、めっちゃ面白くないですか？え、そう、本当に本当になんか、あ、わらがみ様も見てたんですよ私。お母ちゃんがね、撮っといてくれて、そう撮っといてくれて、あの家に帰ってきてから、そのツアーファイナル終わってかな、帰ってきてから見てたんです。めっちゃ面白くて。そうでもなんか、そうなんだ、長時間出てたわけではなかったじゃないですか。なんだけど
短時間ですごい面白くて、なんかで、なんかインスタもね、あの今フォローして見てるんですけど、なんだろうね、なんかじわじわ来る感じ。ギフトありがとうございますそうじわじわ来るんです、なんか、うん、なんか書き方、そのコメントの書き方がめちゃめちゃうまいんですよ。そうすごいじわじわ来る。お、あと8分だね。いやー本当に、だからそのツアーファイナルでね、あのお会いしたんですけど、めちゃめちゃ嬉しかった。すごい一人で興奮してたよ。テレビで見た、テレビで見たと思って、すっごい嬉しくて、うん、こんばんは。そう、そんなに本当にハッツにも言われたよ。そう、ハートありがとうございます。ナスナカさんは光るのクソ、どう見てるの、知らない、わかんないわかんない、どう見られてるんだろうね。まずヒカのこと覚えてるかなヒカのこと覚えてるかな。うん、なんかそこからどうなんだろうって感じ。なんかヒカはすごくね、一方的にすごいワイワイ言ってるんですけど山梨でインタビューされたんやろ。されました、されました、されたけど、どうなんだろう、なんかそんな印象残ってなさそうだなと思って、そんなめっちゃ喋る人ではないし、なんか正直インパクト強い女でもないので、そう、るんちゃんとされたやつびっくりしました。ポテトフライね、美味しかったな美味しかったな、食べたい。なんか懐かしいな、山梨がもう。
U 字工事さんとも共演しましたね。写真も一緒に撮らせていただきまして、あれ、ケイ司会に来たらどこに行きたい？湯の国の森かうん、でもランプの宿とか行きたいね、正直。うん、氷川ランプの宿にはまだ行ったことがないので、サウの洞窟には行ったけどね。あとはのとじま水族館もいいよ。なんか正直行きたいところはいっぱいあるんです。湯の国も温泉とかも行きたいし、あの金沢でも年次史跡美術館、兼六園、東茶街、大道市場いっぱいあるんで。そう、行きたいところはいっぱいあります。でもなんか行けるもんなのか。ちょっと待って、髪の毛そう、いっぱいあります、本当に。変わったところ、例えば変わったところ、その変わったところあります？なんかどこが変わってるって言えるのかがわからない。あ、ちょっと待って、あと2分でさ、ドボン始まるんだけど。小石海岸行ったことないね、まだ。あるのは知ってるんです。ちょっと皆さん、ドボンの準備始めてください。ごめんなさい、言うのは忘れてた。千枚田は行きました私。でもね、もう一回ね、天気ものすごくいい時に行きたいかなっていう。ドボンするよ、ごめんなさい。昨日しますって言ったからね。15秒前です。10分からです、始まります。ごめん、ちょっと今回参加できなかった人、次から行きましょう。ごめん本当にごめん、ひかが悪い、本当にごめんなさい。それは本当に私が悪い、今のはごめんなさい。こんばんは、いやスキップ。クリーム塩缶はめっちゃ美味しいです、私大好きです。ごめんなさいね、本当に1本いけちゃうんじゃないかっていう美味しさ、わかる？それはものすごく。あ、3番でした。今日は6回勝利いきましょう、頑張って。いや、前いや7いきたいな本当ははい、じゃあ次15分します。でもさ、今日さ、ドボンするとは言ったけどさ、昨日なんかやりたいって言ってた本人がいなくないって思ってるのは私だけ
そう、ものすごくやりたいって言ってた方2人いたじゃないですか。そう、なんかそうドボンやろうかなってなったのもそのお二方の言ってたからなんですけど、そう、なんかうちやること決まってないしパズルも急がないからまあやろうかなと思って始めた、うん、あの今日することにしたんですけど。いらっしゃいますお二方。まあ二人だけではなかったかもしれない。なんかやる、あのそのやるって言った時にやりたいって言ってくれた人はいたかも知れないけど、その前にあのねドボンやりたいみたいなこと言ってた方が2人いたんです。そうあれあの他にやりたい人あのいるからいいけどさ、張本人が氷川をドボンするんだって言ってた張本人がいないよ。あのね、皆さんいっぱい当たりましょう。いっぱい当たってなんか称号なんか獲得しましょう。面白い。皆さん称号ゲットしちゃいましょう。最近ちょいちょいねあのやってるんで。このネイルかわいいね。この色めっちゃかわいい、すごい好き。なんか蛍光、こうやって見ると蛍光っぽいけど蛍光ではないんですよ。すごいかわいい。最近ねネイルはねキャンメイクかネイルホリック。そう、キャンメイクがね最近種類がちょっと減ったんですよ。そう減っちゃって、なんかそのなんかパキッとした色があんまりなくなっちゃったんで淡い色ばっかりになっちゃったんで、パキッとした色買うときはネイルホリックにしてます。何色なの、なんかその何色か分かんなくなっちゃって、ここ裏にね書いてあるはずなんだけど、ちょっと私の切り方が下手くそだった。綺麗にねちょうど見えないようになっちゃって、何色なんだろうねこれ。他にもこれ、こっちは開けてないけどまだ、かわいい。ちょっとこれはねナナさんを思っちゃった。ナナさん思っちゃって買っちゃった。そう、めっちゃネイルするの久しぶり。なんかさやっぱり除光液の匂いとか絶対結構きついんで、もも飴嫌いかなと思ってなかなかしてなかったんですけど。そう、久しぶりにちょっとやりました。やりたくなっちゃったんで。なんかこのねまだら模様好きなんだよね。10秒前、9、8、7、6、5。こんばんは。あ、ガンのカード使ってくれてる人いる。うわー、カードのなんか数の偏りが素晴らしいよ。すごい、本当に偏りがすごいよ。色じゃないんです、数の偏りがすごいんです今回。今日当たらん、まあねそういう日もあるさって思いつつ頑張りましょう、当たるように。あ、やばい、色の偏りも素晴らしくなってきた、困る。ねえ、やられたー、やられたー。3番でした。んー、じゃあ19分にしましょう。次のネイル何しよっかな。みんな何色好き？
なんかさ、夏っぽいというか、まあ、なんかヒカの私服に合わせつつなんか夏っぽい可愛いのをしたいんですけど、なんかね難しくてね、やっぱり何色がいいだろう。ヒカの服、まあ、服によるよねそりゃ。次何しよう。ミントグリーン、これかな。これもいいですよね。ネイルフォリックもすごい色付きいいんで。ヒカルンが JST 導入してから足らんくなった。 JST だって、あのいいんですよ、ものすごくいいんですよ。あと、ありがとうございます。チョコミントってことはブラウンを買わなきゃいけない。チョコ、空、空だと何色かな。あ、でもこれはこれはありますね、ちょっと水色っぽいやつ。そう、淡い水色。あ、でも意外とね、あのパキッとした色だった気がする。これ塗ったらグレーもあります。グレー、ネイビー、なんかラメ、見えないね、ラメ、ピンキー、濃いピンキーあ、ホワイト、なんかキラキラ。あ、全然見えてないわびっくりするぐらい見えてなかったわ。一分前ありがとうございます。ラーメン、ラーメン食べたいのラーメン食べたくてラーメンに聞こえちゃった、もしかして。ラメです、キラキラン。なんかこれの前はね、 このラーメンすごい、うん、そうしてたんですけど。あ、 YouTuber やってる私 YouTuber やってるよ。そう、お店には行かないね、ひか。そう、やっぱりなんか結構なんかね、なんかお金も結構高いじゃないですか。そう、それ行くくらいならヒカはお洋服とかを買おうかなっていう派なので、まあ人によってね、お金の使いどころって違うんで、私はなんですけど、うん、で自分でもね、まあ少しならできますのでそう、まあそれで楽しんでればいいかなっていう。ね、ちょっと待って、ちょっと待って、すいません、短パンで本当にごめんなさい。ねえねえ、パリ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 聞こえんなと思ったらさ、申し訳ございませんでした。いや本当に半ズボンでごめんなさい。ワンワンじゃない、ワンワンじゃない、全然ワンワンじゃない。ダラーツーごめんね、美脚。いや今日ね、最近の本当に食べ過ぎて足のむくみが素晴らしいんでごめんなさい、本当に。だからあんまりね、あっちの方に行きたくなかったんだけど、どうしてもねちょっと気になってしまった。私は、あー、あがりー、大劇ありがとうございます。本当に立ちたくなかったんですよ。だからでもね、どうしてもちょっとね気になる人がいたんだ、あそこに。あ、たい焼きありがとうございます。あ、ご本人登場ということでよかったです。24分いきましょう。次、たい焼きありがとうございます正解お母ちゃん、そう、本当にね、パリパリボ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 リパ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 リこう言ってたんです。たい焼きありがとうございます。そうで、なんか
桃か梅かなと思ってたんです。でもちょっとなんか違うなと思って、まさかまさかと思って見に行ったら、なんか正座して座ってたよね正座して座って携帯触ってたよね。たいゆきありがとうございます。びっくりしたわ。たいさんありがとう。何してたの？携帯触ってた。普通にただただ携帯を触ってただけみたいで。たいゆきありがとうございます。ねえ、なんでだろうね、正座してた。しかもドアの目の前で正座して、正座してこうやってこうやっていたよドーンしてたりしてかもね、もしかしたらまさかの光と当たろうとしてた こんばんは。ボタンを押す仕事中です。ボタンを押す仕事って どんな仕事トリのショールーム見てた時、あ、それはある。本当に私たちもママルンと当たってるかもね。あ、そう思ったらあの嬉しいんじゃないですか。ヒカと当たんなくても、しかしたらヒカルンのママと当たってるかもしれないって思ったら楽しいんじゃないですかハートありがとうございます。ママルン、それなら隣で一緒にすればいいのに映りたくないんだって。24分です。24分。たいゆきありがとうございます。次24分です。彼の T シャツ、トムジェリー、そうトムジェリー好きな。トムジェリー、これはジェリージェリーばっかりだけど映ってるの。 GO ハートありがとうございます。ハートありがとうございます。からだ。いけー。どこで見つけたの？ハニーズです。ハニーズ結構いろんなところでねコラボやってるじゃないですか。トムジェリーコラボというか、なんかそのトムジェリーのね T シャツ置いてあるところあるじゃないですか。そう、そこ、これはハニーズでしたね。なんか、あ、ドラツー、なんかなんだっけ、トムのがすごいミントグリーン、ギフトありがとうございます。めっちゃグリーンで、なんかこれ握手会用にあの買ったので、服にはちょっと合わないなと思って。そう、結局ね、ジェリーの今ハニーズ行ってたよ。あ、本当？そう、ヒカもちょいちょい行きます、ハニーズは。おお、まだ一生しかできておらん。じゃあ次は29分。ハニーズで鬼滅の T シャツってたけど買った？買ってない。あのユニクロでそのこの前あの呪術廻戦の T シャツコラボしてたのは買いました買っちゃった。そう、
ギフトありがとうございます。金沢にもハニーズあるの？ハニーズはね結構いろんなところにありますよ。あ、きらめきになった、やった、ありがとう、イエーイ。そう、呪術廻戦は買っちゃいましたね。こんばんは。トゲと五条先生の2枚を買いました。あ、伊藤さとしさん対戦ありがとう。なんか割と着てるっていう。そう、普通になんか普通に外出る時に着てるっていう。なんかレッスン着とかにしようと思ってたんです。レッスン着とかで着ようと思ったんですけど、割となんか普通に外でも着てるんで。トゲの T シャツなんか特に。ねえ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 、ポリポリ聞こえてますけど、急に静かになるなよ。いるでしょ、いる。クスクス笑っとるんじゃないよ。ねえ、無言でバリバリボリボリやめてくれまへん。返事のようにバリバリボリボリすな。今たやきせんさん、ありがとうございます、教えてくれて。絶対ダウンしてるよね、当たりに来てるじゃん本当に。あ、読み込みめっちゃ遅かった。何食べてるの？おーい、何食べてるの？氷？あ、ドボン！2勝目。すごいキュウリ食べてんのかな思ってたんやけど。うん、じゃあ次は34分。顔強い。なんか今回はねめちゃめちゃカードが良かった。出遅れたと思ったら出会えたわ。あの多分ね、なんかヒカのなんか携帯がねものすごい読み込んだので、そのせいかなって。そう、すごい読み込み遅かった。1000個超えましたね。ぜひご協力お願いします。
あと2分。伸びは気持ちいいね。そう、本当に皮下めっちゃ伸びますよ。なんか何かあったら伸びます、何かあったら伸びますっていうのも変だけどさ、いやーなんか痛いなとか思ったりしたらすっぐーっと。たい焼きありがとうございます。そう、くくくくっとね、やりますね。たい焼き集めてきてありがとう。誰か首マッサージしてくれないかな、こっち側、首のこのあたり、後ろのね、このあたりか。めちゃめちゃグリグリをしてほしい。一分前ありがとう。今何勝、2勝目3勝目、 2かな。あと5勝はしたいな5勝はしたいな。本当に結構さ、ひか同じ体勢でいることが多いから、まあ、座ってることが多いん で机がね結構下にあるんで、こうやって、ね、下向いてることが多いんです。そしたらね多分首が結構、そう、痛くなっちゃって、すごいめちゃめちゃグリグリやってほしい。もうあの指の第二関節あたりでグリグリグリってやってほしい。絶対気持ちいい。ゴー、やったやった。ドロツー来ちゃった。あー、やられるわ、絶対ドボンされる。やーやーなー、 B だったな。あと5勝したいなとか言った初っ端からやられちゃったぜ。じゃあ次は39分からいきます。こんばんは。下降りてったぞ。ハートありがとうございます。大さんありがとう。下降りてったぞ。対戦ありがとう。うん。星ありがとうございます。ノールハートなくなったのかな。どうだろう、また来そう。おせんべいじゃない、食べてたの、氷食べてたの、氷。そう、氷食べてたんだって。氷好きなんですよ、お母ちゃん、なんか。充電切れたの可能性も、ああ、ある、絶対ある。星ありがとうございます。
ハートありがとうございます。たい焼きもありがとうございます。廊下からあーとか聞こえなかった。全然全く、そう、なんか氷食べてない間はねめちゃめちゃ静かなんですよ。そう、めちゃめちゃ静かで、なんか階段降りる音聞こえて、ああれいたんだまだって思った。君はメロディーメロディー懐かしいハモニーハモニー好きだよと言えず抑えていた胸の痛み僕のメロディーメロディーサビだけを覚えてる若さは切なく輝いた日々が蘇るよ。たい焼きありがとうございます。あーなんかレクチャーレクチャーって言うんですかなんかその無料たい焼きのもらい方までありがとうございます。教えてくれて。10秒前。Go。 こんばんは。平野光。ごめんなさい、スキップ。こんばんは。 No。 じゃあ次は44分いきます。対戦ありがとう。川内先生と優子さんにしか当たらん。どうやばいね、すごいね逆にすごいね。たい焼きありがとうございます。全然忖度しなくてごめん。いいよ。こんばんは。
あ、たい焼きありがとうございます。え、なんで表あれなんで表示されないんだろう、不思議。たい焼きありがとうございます。なんかさ、ギフトはねちょいちょい表示されてない気がするんだ。気のせいだろうか。あ、ごめん、出てた、ごめんなさい。私のごめんなさい、ごめんなさい。なんか私がね押すところが違ってた、コメントだけしか表示されないところ見てた、ごめんなさいごめんなさい本当にそれは本当にごめんなさい。ありがとうございます、たい焼き本当にごめん。1分前ありがとう、たい焼きありがとうございます。そう、なんかすごい不具合起こってないとかも一人でなんか勝手に思ってたら違いました、すいません全然違いました。なんか誰か2階に上がってきた気がする、気のせいかな。いらっしゃいますか、あれ体液ぶつけても光に当たる、どういうこと、何ぶつけたいの光にかかってこいかかってこい。が食べ尽くしちゃうから、え、絶対いるって誰か。足音聞こえたもん、それでなんか違ったら怖いんだけど、逆に私の聞いた足音は何。こんばんは、おお、ごめんなさい、ドロスリー、光怒ったら怖い？あ、ヒカガってこと？ヒカガそんなめったに怒ることはないですけど、多分多分ね。いや、ほら、いる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 、誰かいる誰かいる。ごめんなさい、4番でした4番でした。え、今日まだ2勝しかしてないよ、やだ。48分いきます、次。ちょっとめったに怒らない人が嫌いだったら、あー、まあ怖いって言いますよね。あんまり怒らない人とか、普段だけニコニコしてる人が怒ったら怖いっていうのは聞きますけど、別にめったに怒らないわけではない。普通にお母ちゃんとかお兄ちゃんとかにならちょいちょい怒ります、おばあちゃんとかね。そう、喧嘩ではないけど、なんかまあちょっとしたことでもっとこうしてよとかちょっと怒ったりはしますよ。なんで別に普通です、怒らないわけではない。でも何時までやるの、全然決めてないです。そう、決めてないので、まあまあいい感じのところで終わろうかなと。たい焼きありがとうございます、たい焼きありがとうございました、ありがとう。誰かいるのか見てきて、ちょっともう立ちたくないからやだ立ちたくない、ちょっと聞いてみるわ。簡潔すぎて伝わんのかな、いなかったら伝わんないかもしれない。次何分って言った？何も言ってない？ 1 分前？え？何分って言った？49って言った？48って言った？あ、言ってない。
ます。え、どういうこと。あ、そういうこと。あ、48分、次48分って言った？ 48 分って、あ、言った、ありがとう。危ない危ない、忘れるところだった。入ってますじゃないんだよ入ってますじゃないんだよ。ちょっともう分かんなくなっちゃって、自分が何言ったか。48分からです、すいません、もう8秒前です21時以降じゃないと、あー、やっても9時くらいまでかも、もしかしたら。ちょっとわかんない、そこまでやってるか。ごめんね、やりたいんだけど。でもなんか最近ね、ちょくちょくなんかドボンはやってるので、もしできなかったらまたやってる時ぜひ来てください。やりましょう一緒に。7、うわっすごい声出ちゃった。ダメだった。次は53分、ごめん、53分にします。4位でしたいますかって言ったら送ったの、何のことですかで、ドアの前にいますかって送ったら、あのカタカナのさ、なんかちっちゃいやつあるじゃん、ちっちゃい文字で、何のことですかって絶対いるじゃん。いますよね、いますよね。既読つけて何も返信が来ないじゃん。今にいます。嘘、絶対嘘だよ。たゆきありがとうございます。絶対嘘だって。絶対そこにいるって。え、ひか、え、じゃあひかの聞いた足音何、誰の足音え、誰の足音ですか。もう怖いわ本当に。お母ちゃんにとっての今ではそんなことある？ドアの前が今？まさかの？イプマありがとう。今に今います。なんかすごいダジャレ風に言ってくるのがちょっと腹立つカタカナ、ちっちゃいカタカナでなんか分かりづらい書き方してくるのすごく嫌だな
なんだよ本当に、絶対いるって。ちょっと待ってね。少しお待ちください。とは何じゃ。間違えた、なんで青にしたんだろう。いやードボン。3勝目3勝目こんばんは、どうもどうもこんばんは。ごめん、さっきまでいましたってほら絶対いたじゃん、間違ってなかった。私よかった。じゃあ次57分いきますね。ハートありがとうございます。私は何も間違ってなかった、いた。次57分、いや本当に何のために嘘ついた。多分光に今います、あのいますかって言われて、こっそりこっそりそーっとそーっと降りたんだろうねきっとね。こんばんはそーっとそーっとね降りたんだろうね。そうなんか今そのももがね結構階段をねすごい勢いで上がって、すごい勢いで降りていくから、あの滑り止めをね、あの滑り止めのマットみたいのをね今引いたんですよ最近、家階段にね。それなんか普通に登るだけでもすっごい静かなんですよ、もうだからそれを使ってゆっくりそーっと降りたんだろうね。1分前ありがとうございます。そう、ももの転落したことあるのはないです、ないけど、なんかワンちゃん本当に滑って落ちることがありそうだなと思ったので、そうさせないために滑り止めをつけました。滑り止めいいな、猿吉さんのその滑り止めは、あのね階段とかの滑り止めじゃないよね階段とかの滑り止めじゃないよね、ギャグが滑った時の滑り止めだよね彼ドボンしてるの、ドボンしてます。
そのマットがなかったらすごく音がする、なんか別にすごく音がするとかではないんですけど、まあつけない、まあつけた時と比べると結構やっぱり音は違います。あー、スキップこい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 、ドロッツーだー、ごめんなさい、こいこいこい、来なーい、ドロースリーごめんなさい、あ、バーストしちゃった。ヒカルン3番でした。全然7勝も8勝もできてない。まだ3勝3勝だっけ2勝だっけ3勝かな。もうなんか勝利してなさすぎて自分がどこまで勝ったのかもわかんない。たい焼きありがとうございます。何でしたっけ、あ、時間だ、時間をね言おうと思ってたんですよ8時2分にします。8時2分ありがとうございます。こんばんは。あ、めっちゃ気持ちいい。次何分から、あれ何、8時何分って言ったっけ、8時2って言ったっけな。マイケン体操です、そうです、8時2分って言った気がする。8時2分ありがとう。8時2分です。こんばんは。おくわくん勝った？あ、ばあちゃんも言ってた気がするな、今日。やった。ゆこさん、ばあちゃんと同じこと言ってる。笑顔が可愛かった。そう、輝いてたって。同じこと言ってるよ。ユナは可愛いですよね。ヒカね、なんかすごい、なんて言うんですか、笑った時にさ、見えなくなる人ってすごく素敵だなと思って。うん。なんか良くないですか。なんか本当にもう楽しいんだなっていうのが伝わってくるというか。そう。
彦本当に勝てない今日、どうしよう次6分から行きます。6分、ギフトありがとうございます。当たらない、めげずに行きましょう。大さんありがとう。え、そう、なんか3勝目すごいですよね。頑張れ頑張れ奥川くん ね、なんかなんだろうね何て言ったらいいんだろうね、なんかやっぱり石川のなんか星稜から行った子じゃないですか。行った子っていうのもなんかあれですけど、一つ年上なんで、そう、なんか嬉しいですねやっぱりそう、なんか年が一つしか変わらないっていうのがちょっとびっくりしてるんだよね。ひか、そうなんだと思って、なんかもっと年上に感じる。そう、なんか勝手にすごく年上に感じてる。プマありがとうございます。ジェイアンツファンですいません。いや全然いいよ、人それぞれですから。この子を応援するっていうのは、この子を応援する、このチームを応援するっていうのはね。そう、ゴー。すごい、今急にさ、とハム太郎の歌が出てきた。ハム太郎って懐かしくない？ハム太郎結構好きだったんだよな。ハム太郎見てた気がする。スキップごめんなさい、ごめんなさい、スキップ。ドボン返し、久しぶりにドボン返しした。きたー、何勝目、4勝目だっけ。
ネクストは10分。え、そう、歌ってる人いるじゃん。そう、歌いたくなっちゃう。ね、浜太郎といえばだよね、その曲。ものすごく歌いたい今歌いたくてうずうずしておる。歌うな、歌っちゃあかん、私が歌っちゃう私が歌っちゃうよ。私が勢いで歌っちゃうから、本当に。こちらで代わりに歌ってる。いやでも、じゃあ配信終わったら日か たっぷり歌うもんねたっぷり歌うもんね。まだ、ありがとう。たいゆきありがとうございます。あと何個だろう、900ないくらい。ぜひご協力お願いします。なんか来た。いやちょっと今ね、お姉ちゃんとね連絡をしてる。そう、ちょっと連絡が来てて。すごく音程外して歌ってみるとか。いや、アウトでしょアウトでしょ。たい焼きありがとうございます。たい焼き、ありがとうございます。たくさんたい焼き、本当に。たい焼き食べ尽くしちゃうぜごめんなさい、スキップ。たい焼きありがとうございます。たい焼きありがとう。いっぱい食べる。え、本当にでも食べたい、たい焼きたい焼き食べたい。2000個食べてね、いいな。だからなんか幸せになりそう、2000個も目の前にやったら。ありがとう、たい焼き。と次は16分。16分、ヒカルにドロースリーしてやったぜ。あ、前田さんでしたか。来たなとは思ったよ。来
たなって思ったよ。大好きなのはたい焼きの羽なんですか。でもね、すごい気持ちわかるよ。多分ね、これはね、お母ちゃんもね納得してくれると思う。そう、ありがとう、みんな本当に協力してくれて。そう、パリパリ感が。残り600なんですか。ありがとう、本当にありがとう。ありがとうございます、めっちゃ嬉しいです。こんばんは。ありがとうございます。なんかさ、和菓子キャンペーンのところでさ、平野ひかるって入れるとさ、対象者がいませんになるんですけど、なぜでしょうか。平野までやったらさ、平野ひかるちゃんと出てくるのにさ、平野ひかるまでするとさ、対象者がいませんってなるんですけど、私は平野ひかるではないんでしょうか。私は平野何なんでしょうか。そう、平野って入れたら出るんです。平野光る、あれ、光る。私は平野という、いや、空白も入れてみたんです、全然ダメだった。みんなそうなの。そんなもんなのか。平野は平野なの？寂しいなぁ。寂しいなってのもあるか。たい焼きありがとうございます。たぶんラーメンすすれる、すすれるよ。ラーメンはすすれる、すすりまくっちゃう。すすりまくっちゃうは嘘だけど、ザバン5勝目。
次は20分ぴったりで。たい焼きありがとうございます。だるまありがとうございます。こんばんは。お尻が。うまい、ありがとうございます。ハートありがとうございます。あと500まで来た、ありがとう、教えてくれて本当にありがとうございます。ごめんねみんなごめんね、ありがとう。たい焼きありがとうございます。間違えた。死んだ画面でなんとか頑張ろう。あ、上がった、6勝目。9時まではできるかなと思ってるんだけど、短いって言われちゃった。嘘、もう3時間や、3時間くらいだけど3時間だけど短いのか。そうだな、じゃあ頑張りますじゃあ頑張りますそうね、せっかく投げてくれたからね、頑張りますあ、次なんて言ったっけ、何も言ってないよね。24分にしますね。
ドメありがとう教えてくれて。あれ初めからになっちゃった。おいたもたまには仕事してるんです。たまにはたまにはいやでもね、お仕事お疲れ様です。ラブクラブ当たったじゃん。そうですね、ここまで来たらまあそうですね、取りたいなっていう気持ちはあるんですけど、でもそう、せっかくね投げていただいた方もいますし、たくさんなんかでもなんか申し訳ないなっていう気持ちもございまして、私の中にはすいません。あードロードロースリーが来ちまったよ。ねえドボン食らってるじゃん。ねえヒカをドボンするんだって言ってたじゃん。ドボン食らってるじゃん自分が。面白かった。28分でいきます。次たゆきありがとう。大さんありがとう。ジェニーマリオうるさいところ戦ってたの。そうなの？こんばんは。りょうさんありがとうございます。新たな就職先ありませんか。難しいですね。何が好きですか。じゃあ何をするのが好きですか。でもな、好きなこと仕事にしてなんかあんなんかちょっと違ったなっていう人もいるんだよな。興味のあることは何ですか。なんだ難しいの。就職先ありませんかは、なんかもともと何してたんだろう。たい焼きありがとうございます。車以降が欲しい。ヒカルにドロースリーなんてひどいよね。あなたさっきヒカにドロースリーしたわよ。あなたしてたわよ、私にドロースリーを。次何分？28分です。印刷業、おお。なんだろうね、何好きですか。他に興味のあることは。オタク生活満喫したいならうちの会社で働けますあって言ってる方いますけど、どうでしょうか。車のお仕事したいだそうですよ。ちょっと噛み合ってない気が。車のお仕事してますか。それならあのね、車のお仕事をしてるところならばね、噛み合うのかもしれないけど、違ったらちょっとどうなんだろうか。働きます。希望の方一人いらっしゃいますよ。ゴー。
そう、宅生活を満喫したいならお誘いがあれば通信業とそうで、おお、なんか氷川ちょっとどう、ちょっといまいち分かんないけどどうでしょうか、なんかお誘い、あのなんかお仕事探してる方どうなんでしょうか。面白いね。にゃん。4番じゃん、ヒコ。じゃあ次、32分、はい、にします。32分です。待って、お母ちゃんにおにぎり持ってきてもらおう。おにぎり、お腹すいた。おにぎり作っといて。で、夜ご飯食べてないんです。お腹すいてきちゃった。大さん、ありがとうございました。おにぎり、たい焼き、ありがとうございます。ありがとうございます。おにぎり。皆さんどこ住みですか。だそうですよ。北海道。お母ちゃんは登場シーンよ。なんかすごいさ、おにぎりの具さ、おにぎりの具さ、あのしば漬けにしてとか言ったんだけどさ、ものすごく梅が食べたい気分です。もう1分前じゃん。待って待って待って、ちょっと待って、ちょっと待って、あと30秒なんだ。ちょっと待って待って、つけてる梅、違います、違います、あれ干さないといけないから、天日干ししなきゃいけない。何入ってる？あ、やっぱりそうだよね、ありがとう。よいしょ、ごめんなさいね、すいませんでした。え、梅置いてっちゃうの？梅置いて。しば漬けだそうです、おにぎりは。ごめんなさい、スキープです。ドロツーです、ごめんなさい。すごいお腹が鳴った。あ、
ー絶対ドロー2来るよ、来ちゃうよ、絶対来るよ、来たー全然喜ぶところじゃない、嘘、はい、よかった、怖い怖い怖い、ドボン来ちゃう、あー来てしもた、2番でした。じゃあ次は37番にしますね。皆さんぜひたい焼き協力してくれると嬉しいです。うん、おうおうおう、おいで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 、なびなびしてるの。うん、気になるものあった？そんなにいい匂いしてた？でもご飯食べたよね。うん、かわいい、あと481個、ぜひ協力してくれると嬉しいです。待ってね、待って、おにぎりを食します、いただきます。おいしい。なんかさ、おにぎりってさ、なんか安心感ない？割とさ、なんか東京から帰ってきたりするとね、お母ちゃんの握ったおにぎり食べたくなるの。そう、自分じゃダメなの、なんかなんかお母ちゃんの握ったやつじゃないと嫌で。たい焼きありがとうございます。1分前 OK。 すごい、次37分です。うん、全然いいよ、食べ終わんなくても。たい焼き焼くのに忙しいのじゃ、おいらの分のおにぎり、え、嘘、ドボンされ、ドボンされた、もしかしてドボンされちゃった。おにぎり、ママルン。じゃあ次は38だから41分にしようかな。おにぎり食べます。あれ、梅ちゃん、あいつ出てた。
ドボンごめんなさい。いいよルル。たやきありがとうございます。うん、たやきありがとう、めっちゃ嬉しいです。うたやきありがとうございます。本当にありがとう。みんなたやきありがとうございます。本当にみんなありがとう。ごめんね。ごめんなさい。本当にありがとうございます。うん、いっぱいまで。ありがとう、早く来る。本当にありがとうございます。皆さんありがとうございます。私のわがままに付き合っていただき本当にごめんなさい。謝りながらボリボリは許して。本当にもうご飯食べてなかったの、ごめんなさい、ごめんなさい。食べませんので。食べないので。ありがとうございます。本当にありがとうございます。録音タイム、まあ芝漬けはいい音するけどね。芝漬け好き、みんな好き芝漬け。終わっちまった。2番だった。芝漬け好きとか言ってる間に誰かがちょっとドボンになっちゃって終わっちゃった。次45分から行きます。たい焼き、たい焼き器あるよ。家にたい焼き器あるよ。たい焼きありがとうございます。もかなさん、だって今ごめん、一口を口に入れちゃった。ごめんなさい、またもぐもぐしながら言っちゃう。ごめんなさい。ありがとうございます。またたい焼き配信しましょう。本当にありがとう。みんなごめんね。ごちそうさまでした。食べました。
ありがとう、みんな本当にありがとう。もうなんか感謝してもしきれないくらいありがとう。本当にごめんね。梅ちゃんおいで、ちっちゃく尻尾振ってないでおいで。あ、充電も終わってるじゃんこれ。ありがとう本当に。ネクスト何分って言った？1分前ありがとう。45分からだそうです。じゃあもう本当にごめんなさい。もうなんかいろいろもうなんかやばい。クリア目標欲しいのでクリアしたらマスクなしの前ゼリフメッセージを。別にそれくらいならいいけど、ちょっと今マジで本当にね、ちょっと顔まん丸なのね。マスク、顎マスクでいい？顎マスク。梅の顔小さい。そう、梅ちゃんめちゃめちゃ小顔ちゃんなんで。ごめんなさい、めっちゃリバースしてる、ごめんなさい。ちゃった、控え4番だよ。今たい焼きどれくらいいったんやろ、どうなんだろう、わかんない。あ、控の上でゴロンしちゃった。たい焼きありがとうございます。うん、次49分。範囲遅いのかな、どうなんだろう、わかんない。次49分でお願いします。今から光るの前ゼリフいいよ、一つだけなら一つならいいよ。プマありがとう。今1849個になってます。ありがとう。いや本当に皆さんありがとうございます。いやもうちょっと何したらいい、ヒカはこの
これを何で返したらいい？萌え台詞だけじゃ足りない気がしてるんだ。ちょっと 何したらいい？企画とかで企画とかで何かお返しできたらいいんですけど、何したらいいですか？たい焼きありがとうございます。こんばんは。みんなは何をしてたらなんか嬉しい？たい焼きありがとうございます。ママルンと今度ちょっとそれはママルンがちょっとね、ちょっとあれなのでちょそれはごめんなさい。本当に読み込みが遅い。たい焼きありがとうございます。もう全財産投げてくれとは言わない。全財産投げるくらいならちょっと私は諦めます。本当にごめんなさいってなる。投げてくれた方には申し訳ないけど、ちょっと全財産使っていただくならちょっとなーってなっちゃうよ。氷川そこは本当に遠慮するよ。みんなの生活大事。本当にありがとうございます。たい焼き、めちゃめちゃ重たい。なんかすごい携帯重たいなんだけど、なぜ達成したかな。たい焼きありがとうございます。ありがとう本当に。本当にありがとうございます。マジ本当に何で返したらいい？本当に何で返したらいい？たい焼きのお返しでたい焼き作り配信。それでいいなら全然やりますけど、ちょっとま本当にすぐにっていうのは無理だけど、まあなんか7月の頭くらいになら続できるかなって思います。そうちょっとね今は、たい焼きありがとうございます。ロシアンたい焼きほど量は食べれないよロシアンたい焼きってほど量は食べれないよ。3つのうちどれでしょうみたいな。でそれなんか選ばなかったやつをお母ちゃんに食べてもらうみたいな。やばっ。たい焼きありがとうございます。何がいいって、どれがいいの？結局私は何をしたらいい？たい焼きありがとうございます。ロシアンたい焼きするの？ロシアンたい焼きするの？たい焼きありがとうございます。こんばんは。待って負けちゃってたいつの間にか負けちゃってた。平野本当に今顔丸いんですよ。やばいんですよ。顔の丸さがね限界突破してんの。コスプレはまあ別にいいよそれならいいよ別に。たい焼きありがとうございます。コスプレ配信は別に私は全然いいです本当に。なじゃあちょっとみんなで決めてみんなでお礼配信何がいい、何がいいか決めて。コスプレたい焼き配信やばコスプレ、じゃあコスプレたい焼き配信でいい？たい焼きのコスプレはちょっとあれだなたい焼きのコスプレはなちょっとあれなんで、なんかそうねなんか違うのにしていただけると嬉しいかなと。コスプレにしますか？じゃあ
ありがとう。じゃあひとまず今日はなんだっけ、萌え台詞ということで、水着はねバーンされちゃいます、ごめんなさいみんな見れなくなるよ、バーンされるから。いや本当にありがとうございます。本当にありがとう。本当にありがとうございます。コスプレス、JK がいいの？で、萌え台詞は今日はやるよ、ちゃんとするよ。だから考えて、ちょっとみんな、誰かが言われたやつにするから。お風呂配信もアウトだね、一発アウト。制服？ちょっと待って、すごいさ動きが良くない、やばい、なんかさすごい動きが悪すぎてやばいんだけど、私の携帯。みんな光るを愛してるんです、ありがとう、めっちゃ嬉しいです。なんかすっごい動き悪い、ちょっと待ってね、今日はもうドボン終わりでので、あ、そうね、ちょっともうなちょっとちょっと今日はもうじゃドボン終わりで大丈夫ですか、大丈夫ですか、大丈夫ですか全然なんかもう大丈夫、ありがとう。ちょっとひろのはどうなんだろう、達成してるのかな。あー、ギフトありがとうございます。じゃあ お礼配信はなんだっけ、ちょっと待って、ショールーム大雪焼いててドボンあんまりごめん、ちょっとじゃあまた今度やろうね。なんか最近週1くらいでやってるみたいなんですかそう、本当に週1くらいでやってるっぽいんで、またやりますね。ちょっと待って、ショールームでなんだっけ、コスプレたい焼き配信ね。その日か忘れっぽくてさ、すぐ忘れちゃうんだ、こういうの書いとかないと。そう、細かいところまで教えて。あ、テロップ、そうですね。たい焼きありがとうございました。なに、たい焼き、なに、たい焼きじゃなかった、なに、コスプレは何がいいの、みんな何好きなの。萌え台詞も考えて萌え台詞も考えて、今日はモゼルフだから何やるの分かんないたい焼きのコスプレはないかな、ちょっとあれかなブレザー、制服ブレザー、アニメキャラメイド制服のいずれか、制服、もう制服多いね。ジョン様はどうなんだろう、制服が多いかも。制服でいいですかね、大丈夫かな。久しぶりに高校生に戻るんだねということ。悩んでんのかい。ちょっと待って、じゃあまだ、でちょっと何着持ってるの。持ってないよ持ってないよ、持ってない持ってない、だからまあなんとかしますなんとかします。
コスプレって入れたつもりがコルプレになっちゃった。え、制服でいい？待って、本当にちょっともう分かんないから、制服でいいね。制服にするよ、しちゃうよ。ヒカのためにみんなあんやとみんな大好き。あ、はいはいはい、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっとコメント流れてっちゃうから、ちょっと待って、待ってね。ウィンブルドンの衣装はちょっと無理ですね。衣装はちょっとダメですね。借りれないので、ね、制服？制服でいいですか？なんか基本的、ちょっと待って、投票に押しよう。じゃあこういう時は紙がないんだよな、ここ。あ、あるわ、これちょっともらおう。これいいのか知らないけど、ちょっと待ってね。ちょっと萌え台詞はちょっと言いますので、ちょっと待ってください。コスプレ決めちゃいます。コスプレはさ、何が主流なの？あ、達成出ました、ありがとうございます。本当にみんなありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう。じゃあ4つ候補出すね。1個目、え、全然つかないじゃん。え、全然ペンつかないじゃん。鉛筆いいや。ありがとう、本当に皆さん協力していただいてありがとうございました。めっちゃ嬉しいです。本当にごめんね、私のわがままをみんな聞いてくれて。ちょっとあの7月分